これ以上崩壊エネルギーに触れてはいけない。行こう。今のあなたじゃ何もできない。何もできない。行かないと。時間を稼ぐから早く行って。奴らは獲物。お前が狩人だ。人生が走馬灯のように次々浮かんでくると、しかし彼女が見たのは一面の漆黒。私は崩壊獣の矛に貫かれたんじゃなかったの。逃げ惑い泣き叫ぶことしかできない被害者たちのように、崩壊獣をただ見てることしかできず、どうしてまだ生きてるの。犯した罪が多すぎて運命による罰を避けられないから。自分が律者人格を抑えられればまだ全てを挽回できると思っているから。それともこれはただの悪夢で、授業のチャイムが鳴れば何も彼女には知る由もなかった。連れて帰るとそうほざいていた。本当のお前をその目で見たとき、奴らはまだお前を隣に置き、今このとき奴らにとってキアナという少女はもういない。お前を救う唯一の方法はお前自身を消すことだ。私の番ね。キアナちゃん、ごめんね。こうするしかなかったの。テレサ、メイ先輩、何をするの？
この憎き顔を覚えてるか、キアナ。そいつはお前の信頼を裏切り、学園ではお前に厳しく接してきた。お前はそれを奴の性分なんだと思っていたが、真実は委員長。奴はお前を化け物だと思い、四六時中お前のことを監視し、警戒して挙句の果てに、お前の生活を破壊し、お前をオットーへと引き渡した。奴にとってお前はずっと獲物。ほら、またお前を狩ろう。位置につきました。彼女を信じてはダメ、キアナ。彼女の言葉に惑わされないで。神経。実験体 K423。 ドナー細胞はカスラナ一族とシャニアテ一族の子孫のものであり、そこに第二律者の遺伝子を組み、今までの実験体同様胎児は成長したが、自発活動能力のない植物状態だった。しかし今回律者コアを移植した後、 K423 の脳波に規則的な波形が見られた。これってお前の誕生だ。いや、正確には私がこの世界へ。嘘だ。ヤッホー。この愚かな人間どもが私たちの悲劇を作り出した。奴らが神罰を、お前はただの器。人類が私を束縛するための牢獄だ。お前の名前も過去も全て作り出された嘘。お前のものじゃない。お前も私も被害者だ。それなら私と手を組んで、私たちを欺き、私たちの運命をもてあそんだ人類に復讐をしないか。そう、そのまま殺し続けろ。壊し、ヤッホよかった。手遅れになる前に間に合いました。今こそあなたを黙らせる。邪魔者めが。だがまあいい。お前はこの先も、こいつ、彼女の感情がわかるわ。怒り、悲しみ。お前の存在は日に日に弱まっている。私は、ただいつか、この体をすべて、私のものにしてみせる。私、夢を見てた。あれは夢じゃない、キアナ。あなたは暴走しかけていたの。3ヶ月間、あなたはずっと私を拒んできた。あなたは沈黙を。でもキアナ、何もかもが夢だったなんて思ってはいけない。あなた、これ以上崩壊エネルギーに触れてはいけない。戦闘でバルキリーの力を使ってもいけない。少しでも気が緩めば、律者の人格が再び優位に。それに私の力も弱まりつつある。今回はまだコントロールできたけど、次はそううまくはいかない。空の律者が覚醒すれば。気を配る。監視の間違いじゃないの。あんたはずっとそうしてきたじゃない。今まで私の近くで私を監視して、最後には私をオットーに引き渡した。そんなことをした奴が罪のない人たちのことを気にするの。ねえ、何か言ってよ。私は。あんたの任務はもう終わったよね。私の目の前から消えて。ごめん。もう離れることはできない。第八の神の鍵、
都政の羽、その第ゼロ鉄。何ですって？帰ろうキアナ、学園長たちのところに。今は彼女たちだけがあなたを守れる。いや辛いのは分かってる。でもそうしないと。どっか行って、私の頭の中から消えて。本当に取り返しのつかないことになったら、私も最悪三人で死ぬしかないのですね。どうか許してほしい、キアナ。少女はあてもなくさまよう。すべてから逃れられる場所を、しかし、そんなことをしても無駄だと。自分の過去からは逃れられない。この世に生を受ける前から、自分がどんな人間となり、どのようなことをなすのか、それが、運命というものだから。負荷に対する怒りは、今まで辿ってきた運命に対する無力さへの八つ当たりにす。なぜなら、少女は自分の体にか、12歳の時、彼女が初めて目覚め、あの時から少女は逃げ続けた。彼女、少女は同じところに留まることを怖がり、人に近づくことを恐れた。彼女たちに出会うまでは、メイ先輩、ブローニャ、テレサ、それから、その出会いは、少女に居場所を与え、この先もずっと彼女の甘い考えだった。少女がどこに逃げても、どうあがいても、彼女を待つ結末は同じ。いつの間にか目の前にはネオンの光がちらつき、賑やかな声とともに、食べ物の匂いが、少女は小動物のように震える。そして彼女は思い出す。ここに留まってはいけない。しかし、この暖かい夜市に、かつての自分が、彼女たちと幾度となく一緒に歩いた街と似て、最後、足が体の命令に背き、火を追う蛾のように。自己紹介するわ。姫子、先生。自己紹介するわ。私は村田姫子。今日からあなたたちの教官を務めるわ。あなたたちの入学は学園長自ら手配したものだけど、私は手加減しないからね。じゃあ、あなたたちの名前を教えて。私の名前は聞いたことがあるでしょ？キアナ・カスラナ。ライデン・メイです。姫子先生、よろしくお願いします。ウローニャ在地区です。今日からあなたたちには、聖フレイヤ学園で、ヴァルキリーとしての訓練とテストを受け。はぁ？テスト？あのね、おばさん。私みたいな百戦錬磨の生徒には、テストなしでヴァルキリー部隊へと編入させるべき。まず一つ。私のことは、二つ。あなたとメイを長空師の廃墟から救い出したとき、あなたは担架で運ばれてたわ。あれは、うっかりミスしただけ。私たちカスラナ一族は、崩壊から人類を守る使命を背負ってきたんだよ。小さい頃からパパと一緒に、お父さんに感謝しないとね。ちゃんと守ってくれたことに。もう、誰かに守ってもらう必要なんてないんだから。まあ、姫子おばさんみたいな一般人が、私たちカスラナ一族。キアナちゃん、姫子先生に失礼よ。バカはバカですから、仕方ありません。戦闘の天才？それなら天才の凄さを、私みたを挟む余地もないほど、この一般人に
無駄な動きは一切せず、体験を振りかざす姿。そしてこれが、一般人の強さ。千回一万回と剣を振る気がついた時には、体験は少女の首筋に当てられていた。女性の教官は視線を下ろし、少女の。ちゃんと覚えておきなさい。これが最初の授業よ。キアナ、何か考え事かしら？別に。そう思う？顔には悩んでますって書いてあるけど、子供に悩み事なんて似合わないわよ。おとなしくはっ。言ってた、耳を引っ張る。もう子供じゃないんだから。12歳の時、クソパパが私を一人置いてった時、あれから自分に言い聞かせてるんだ。キアナ、あんたはもう子供じゃない。そういえば、もうすぐ父の日だったわね。バカでも感傷的になることがあるなんて思わなかったわ。あんたは私よりずっと幸せよ。あんたのお父さんは早々に人生の辛さを理解させてくれたもの。私なんて、あの頃の私は自分の人生には無限の可能性があって何でもできると信じてた。極端な話、冒険家になったり海洋生物を、それがうまくいかなくても卒業後は父親の研究所で働こうと思ってた。へえ、姫子おばさん、科学者になりたかったの？じゃあ、どうしてバルキリーになったの？実際の生活が、そう思い通りにならなかったからよ。父が死んだの。崩壊エネルギーに侵食され、理性のない化け物になったわ。ごめん。聞かなきゃよか。真実を求め、私は全てを捨てたわ。そして天命のバルキリー部隊へと入ったの。でもある人に出会えたのよ。やりたいことをやりなさい、いつやっても遅くはない。それで私は彼女の部隊に入った。あの人ったらいつも戦いが終わった後には将来のことを私に話すの。その人はその後先生になったの？彼女はね、とある任務の最中に殉職したわ。それで部隊が解散した後、私がバルキリーになったのは、私のように父親を失う少女を作らないためだった。だけど実際はたくさんの父親から娘を奪う行為なんじゃないかって。普通に働いて恋をして結婚するはずだった女の子たちがバルキリー、そこまでする価値、本当に価値があるかはわからないけど、誰かがやらなきゃいけないことってあると思う。クソパパが言ってたんだけどね、かすらな一族は罪のな何よそれ。でもね、キアナ、あなたのお父さんはあなたに大切なもん。多分彼らがいなくなるのは、今私たちの周りにいる人、例えば姫子先生はキアナのことが大バカキアナへの愛情を証明するために特別。嫌だよ、もう放課後だよ、訓練は明日にしてよ。逃がさないわよ。訓練だと言っていたけど、あの日の先生はお酒の飲みすぎで剣すらまとも、最終的には少女が手厚く介護しながら、酔っ払った先生、扉を閉じようとした瞬間、眠る先生の顔が、あの未来はバラ色だと。初めての実践任務に入る前にもう一度言うわ。目の前にいる敵を警戒する他に、仲間の状態にも気を、いざという時に支援してくれる戦友だからじゃない。
どのバルキリーもそういうリスクを背負っている。私たちは崩壊エネルギーを利用して強力に飲まれて理性を失って、すぐバルキリーとして戦うとき、そういった最悪な展開も覚悟し、いつか仲間が崩壊エネルギーに飲まれ、迷わずその命を終わらせなさい。暴走したのが姫子先生でもそうしなきゃいけないの？そうよ。たとえそれが私だったとしても迷っちゃダメよ。暴走したバルキリーの命を守ろうとするとより多くの犠牲が出るわ。それ分かった。もしいつか私も、もしもの話だけど。そんなことはさせないわ。え？あなたたちの先生、そして隊長としてできる限りあなたたちを。何それ、ずるい。これが私のポリシーだから。さあ、着陸の準備をしなさい。そろそろ任務が始まるわよ。なのに、どうして、どうしてあの時。